はい、カレー、レトルトカレーマニアユッキーのね、今回も始まりました。今回は、今回からですね。初めて食べるのは、ボンカレーゴールド。これ初めて食うんだよな。食ったことない。辛口です。ボンカレーゴールドの辛口。こちらですね、最近のね、レトルトはそうなのかわかんないんですけど、蓋を開けて、箱ごと、これごとね、温められるという、なかなか画期的な商品になってます。ボンカレーゴールド。ね。これごと温められるようになってます。なってるんだね。知らなかった。最近の、カレールーじゃねえ。レトルトカレー。画期的なものになってますね。最近マジでカレーね、ちょっと、ハマってきたっていうか、レトルトカレー今日ね、12個ぐらい買ってきたんですよ。マジ。それをですね、レビューしていきたいと思います。なんかね、結構ね、ググるとね、うまいとかって書いてあるんですよ。レトルトカレーが、好きな人をね、用のね、ランキングみたいなの結構あったりするんですけど、ちなみに俺が今まで、人生で一番うまかったレトルトカレーは、多分、あれですね、リーの30倍だっけ。あれ美味しいんだよね。リーはね、本当にね、辛いだけじゃなくてね、本当に美味しいんだ。ビーフが効いててうまいよね。リーはね。レトルトカレーのリーの30倍。あれは本当にビーフカレーでね、すげえうめえんだよ。ただ値段がね、250円くらいするんですけど。これちなみにボンカレーは今日のやつは150円ぐらいのやつです。いただきまーす。国産じゃがいも、玉ねぎ、人参、塩。でね、ボンカレーはね、辛口でも全然辛くないって有名なんですよ。で、確かに全然辛くないんですね。んで、動画に撮ってないんですけど、昨日実は、何カレー食ったんだっけ？昨日食ったんだっけ？なんだっけこれ。カリーヤカレーじゃない。何カレーだったっけ。なんかね、ランキングでね、1位だったんで、昨日食ったんです。これだ。銀座カリー。銀座カリーの辛口をですね、昨日食ったんですけど、結構ね、上位に入ってるんですよね、銀座カリー。うまいっつってね。どっかのサイトで、ググるとわかるけど。で、食った結果、三つ星ですね。全然美味しくない。これのどこが1位なのっていうぐらい。なんか、本当かよって、いう感じだったんですけど。ただし、結構辛かった。かなり汗が出たんで、結構辛かったです。でもこのボンカレーは、割と美味しいよ。割と美味しいけど、さっきの銀座カリーよりはうまいわ。ただね、銀座カリーはね、
なんか、個人的にやっぱりビーフカレーが好きなんだよな。うん。なので、これは、ボンカレーだよ、これ。ビーフカレーだよね。わけですよ。で、銀座カリーも、ビーフカレーじゃないんです。多分。明らかにビーフじゃなかったから。でも、こっちの方が美味しい。銀座カリーよか。多分、銀座カリーあれ多分、金もらってあれやってんちゃうか。明らかにあれだぞ。銀座カリーのなんだ、どこの会社かわかんないけど、あれに金もらって、あれ1位にしてんちゃうかな。全然うまくなかったよ。うん。こっちの方が十分美味しい。ただ、全然辛くないね。これはね。このボンカレーの辛口、全然辛くない、ね。もっと辛さがあればもっと美味しかったんだろうけど、ちょっとあれだな。もっと辛かったらこれ美味しいんだけどね。じゃがいもとか、人参とか結構入ってるし。銀座カリーは全然美味しくなかった。玉ねぎぐらいしか入ってなかったしね。玉ねぎしか入ってなかったし。これは、銀座カリーは全然美味しくない。どこが1位だよっていう感じですね。マジで。リーのね、リーの30倍がまあ、5つ星ですね。これはね、ボンカレーゴールドはね、まあ、3つ星だな、これ。これ3つ星です。まあ、銀座カレーによくは美味しいけど、まあ、所詮これは3つ星止まりだな。ここにね、辛さ度数って書いてあるんだけど、これが5つ星って書いてあるんですよ。で、最大が8なんですけど、これ8だったら4つ星になってるな。ということで、ご視聴ありがとうございました。